はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、ワイン風道でございますということでですね、まあ、いつもご視聴ありがとうございます。まあみんな大好きやりくろ動画ということでね、まあ、今回も撮っていきたいと思うわけでございますけども、まあ前回の動画ではね、あの大雪の翌朝ね、あの撮った動画まああれもたくさんの方見ていただいたみたいで本当感謝していますけども、まあ前回はちょっとしたねネガな部分をピックした動画を撮らせていただいたんですけども、今回はですねその逆で、ここがすごいよやりくろちゃんと題して、まあこのやりすクロスのね俺のお気に入りのポイントをねいくつか取りまとめして動画にしていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速始めていきましょうか。まあこのやりすクロスハイブリッド Z、 まあいいところはねたくさんあるんですけど、まあ、まずね何よりもこの燃費性能の高さですかね。この間ガソリンフル満タンにして、今ちょうどもうなくなろうとしてますけど、まあちょっとね初めてのドライブにこの車を借り出して、まあ最高燃費で 28. いくつ、まあ約28キロぐらいの燃費を叩き出しまして、まあそれからね、まあ俺も社会に強制送還されてまあ通勤で使うようになったらね、まあご覧の通り燃費ダダ落ちしてきました。まあそれでも燃費をね気にせず、まあエアコン暖房をガンガンかけながら普通に走ってもリッター20を切ることがないので、いやーやっぱりねこの燃費性能は素晴らしいなと思ってねおりますけども、まあ今トリップ満タンにしてから586.6キロ、あと60キロぐらい走るってことなんで、まあ640キロぐらいですか。まあ走ってる人はねやっぱり700キロ800キロ走るんで、まあそう考えるとね、まあ、ちょっとね俺の乗り方はあんまり省燃費な運転をしてないのかなっていうふうに思ったりしますけどね。はい、このやりくろなんですけど、とにかく、まあ、この価格帯でこの B セグメントでもうトヨタのね最新の安全機能が、まあ、ここにカメラがあったりとかねがもうてんこ盛りで、本当に一昔の高級車以上のものがねついてたりするんですよ。で前回の動画でもちょっと話したんですけど、あのコンビニに入る時にね、まあ、バックに入れてゆっくりバックしてる時にピピピピッつってね急ブレーキかかって、チャリンコのねババア様がねあの俺の後ろをねこうギョワッと入ってきてて、まああれちょっと俺気づかなかったんで、本当まあこの車死角もちょっと多いんでね、うん、そういうネガな部分もあるんですけど、それをねちゃんと補うほどの量はするほどのね安全性能もちゃんと備わってるんで、あれは本当にね助かりましたね。あれなかったら本当に多分当たってたかもしれないんで、うん、ちょっとヒヤッとしたんですけど、まあこの車にね本当助けられたシーンでございました。はい、まああと本当にこれね賛否両論なんですけど、ディスプレイオーディオいいのか悪いのかはい、なんですけど、まあこのハイブリッド Z に関しては7インチじゃなくて8インチが標準でついてて、まあ俺はもうつけられるものはもうフルで全部つけたいと思っちゃう人なんで、使う使わないは別としてね、なんで一応ナビゲーションと、テレビキットとテレビキャンセラーとまあ一通り全部つけさせていただきました。はい、なんでとにかくねまあこれもすごく使いやすくて、うん、ディスプレイオーディオ、まあちょっと心配なのはさ、やっぱりトヨタ車なんで一般大衆向けでもあるじゃないですか、そういう意味ではね。なんで結構ご年配の方とかがこう吊るしの状態で買った時にさ、え、ナビとかテレビとかどうなってんのっていうね、わかんない人は本当にスマホにつなげてね、Apple CarPlay とかって全然わかんないじゃないですか。もう俺もわかんないんで。はい。なんでもう、あれこれ考えるのはもうめんどくさいんで、もう全部、はい、ナビもテレビも入れたんですけどね。まあ、あとはねユーティリティ関係がもうこのヤリスクロスすごく良くてね、まあ欲しいところにまあこういうねトレーとか、まあ下もそうなんですけど、まあちょっと車内汚くて申し訳ないですけどね、はい、欲しいところに欲しいものがあるんですよ。ただここもね何もない状態だとまあこういう状態でもうハードプラン剥き出しなんで、まあ何か小物を置いたり鍵を置いたりメガネを置いたり、うん、なんか置いたりするとねザー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 滑っちゃって傷だらけになっちゃう、もうここの辺もそうなんですけど、ちょっと携帯がなカンって当たっただけですぐ傷がついちゃうんで、
まあ、この辺をねもうちょっと、一歩踏み込んで対策しないとダメかなって思ってます。私の場合はね、まあ、このマットを敷いてるんで、まあ、今のところ何不自由なく、はい、使えてますね。あといいなと思うのはこれさ、奥にエアコンがあるんですよ。なんでこうやってね、まあ、ちょっと今わかんないと思うけど、こういう風にやると携帯がうまいことね立てかけられるんですよ。立てかけられるっていうか横にしてね、うん、斜めになっていい角度でねこう置けるんで、うん、これも結構いいですね。はい。まあ、あとこのオートエアコンもいいんですけど、なんかね風量をこう最大にするじゃないですか。最大にしたとて、ここで例えば上と下からね両方こう風が出るようにセットして風量最大でも、前の乗ってた車よりねあまり風が、うん、言うほど出てこないんですよね。はい。なんでもうちょっと風量欲しいかなっていう感じですけど、まあこれ上だけにすれば、うん、まあ上だけにすればそこそこいい感じで出てきてくれるんですけど、これからねクソ暑い真夏が来た時にエアコンガンガンに冷やしたいじゃないですか。そういう時にこの風量だとちょっと物足りないなっていう感じはしますけど、皆様いかがでしょうかね。はい。もうこれレベル1にするとなんかもうほとんど分かんないですね。まああと結構さ YouTube でもこの内装のねチープさを取り上げてなんちゃらっていう動画も結構あったりとか、まあ俺も最初写真を見たりした時にさ、まあ、確かになーって思ったりしたんですけど、実際に自分がこうオーナーになって乗ってみるとね、うん、そんなにねチープさをあんまり感じることもなく、まあ慣れちゃったからっていうのもあるのかもしれないですけどね、喉元すぎれば暑さ忘れるっていう言葉があるじゃないですか。はい。まあそんな感じで意外とねそのチープな感じはしないですね。まあこのシフトノブのねこの周り、まあ、この辺はね、まあ、多少やっぱり昭和感みたいなのは感じるんですけど、まあこのシフトノブをねあの本革レザーに変えたりとか、まあ、あとはこの辺の周りのパネルもねあの後付けで社外品でさピアノブラックのものも売ってたりするんで、まあ、それも付けようと思ってるんでね、また動画作りたいと思いますけど、まあ、あと結構言われてる後部座席のドアがねあまり角度が開かないっていうので結構言われてるんですけど、まあ、実際ちょっと見てみましょうか。はい。これは後部座席ですね。まあ開けるとこれぐらいなんで、まあ俺は基本的にねあまり後ろに乗るドライバーなんでね、後ろに乗ることもないんで、うん、あまり不満はないんですけど、まあ実際にねこう乗り込んでみても、うん、いや全然問題ないかなって思います。中から見るとこのぐらい、まああと一段階ねコツッと向こうに行けばなおいいんでしょうけど、まあ特に日常使いで人を乗せるときもね、うん、そんなに不満なく乗れるんじゃないでしょうかね。はい。まあ降りるのも、うん、まあちょっとかがまなきゃいけないみたいなところはありますけど、はい。まああとは前の席をねもうちょっと前に、今結構後ろ気味にやってるんでちょっと窮屈さありましたけど、まあちょっと前にねしてあげれば全然乗り降りは大人でも問題なくいけるんじゃないでしょうか。はい。あとラゲッジルームなんですけどもね、まあ俺ほとんど荷物置かない人なんで車には、すごくね広々した状態になってますけど、いややっぱりね、うん、後ろ十分広いですね。でこの特徴的な4対2対4の加藤式のねシート、これをね倒してあげると、なおねこうスペースが確保できるってことで、こんな感じですね。ちょっと天井が低いんで、後ろで車中泊とかするときとか何かをするにはね、もうちょっと高さ欲しいなっていう感じなんですけど、まあ緊急的にねどっかの道の駅とかパーキングで仮眠取りたいよっていう、ちょっと狭いですけど、まあ寝れるには寝れます。まああとはこれを1段下げられるんで、これを下げれば多少は、でもちょっと狭いですけど。
まあ、多少は居心地いいんじゃないですかね。ただ閉めちゃうとちょっとやっぱ窮屈なんで、どっかでね、こう海沿いとかどっか行った時にここ開けた状態でここで何かをしたりするにはいいかもしれないですね。ちょっとしたアウトドアにも使えるんじゃないでしょうか。はい、あとね、運転してる時にどうしてもね、後ろの、まあ、あの窓も少しね小ぶりっていうこともあって、まあ、あとはやっぱりねこの辺の死角とかも多かったりするんで、後ろのね席のヘッドレストをね結構外されてる方も多いみたいなんですよ。なんでちょっと外してどんぐらい変わるのか見てみたいと思います。確かに結構死角多いよね。あの後ろ のぶっといピラーの部分とあのヘッドレストがさ、こう死角の確認をするときにどうしてもあの2つがヘッドレストとねピラーが合体してるみたいな感じになって、ね、死角が多いんで、あそこ外すだけでもちょっと違うのかなと思ってます。はい、というわけで早速ね後ろの座席のヘッドレストを外していきたいと思います。おや、あら、上に当たって外れねえって、これは一回倒さなきゃダメなやつね。はい、あ、ずいぶんすっきりするね。お、いかがでしょうか。ずいぶんすっきりしたね。はい、というわけで後ろの後部座席のヘッドレストを外しました。ミラーを見るとどんな感じでしょうか。全然違うわ、ほんと見やすくなった。はい、ヘッドレストがないともう丸見えですね。あ、これは良かったな。っていうかヘッドレストって外していいんだっけいいんだったら俺このまま行きたいですね。うん、あそこのぶっといピラーちょっと死角はまだありますけど、まあ、この辺ヘッドレストがあるとねここの辺まで見えなくなってたんで、これがないだけで随分違いますね。はい、まああとはねこの辺のスイッチボックス周りとねこのドアのレバーなんですけど、これいいところでもあり悪いところでもあったりするんですけど、この2階建て構造がね、まあ、デザイン的にはすごくねおしゃれというかかっこよくていいなと思う反面ね、ちょっとこう奥まったところにこれがあるんですよ、レバーがね。なんで指2本だとパッていけるんですけど、まあ、全部でバッていこうとするとね結構この辺がこうって当たったりね、ちょっとここは幅がないんで狭いんでね、ちょっと乗り降りがしづらいなっていうのも若干ありますかね。まあ中に入っちゃえばそんな窮屈感はないんでいいんですけど、はい、まああとはどうしてもねもうちょっとこれがこの前にいてほしいなっていうので、ちょっと肘を畳まないとなかなかねここまでアクセスできないというか、うん、直感的にパッてこの辺で開けたいんですけど、ちょっとね窮屈感はありますね。あとこのスイッチボックスね、まあ、ここももうハードプラーむき出しなんで、ピアノブラックの社外品のやつをね、まあ、そのうち買って取り付けしたいと思います。まあ、あとこのやりくろちゃんの、いやすごいな、いいなと思うところは、電波がついてるんですよね、電動パーキングブレーキ、うん、とかこのブレーキホールド、これはね非常に使い勝手がいいっていうか、俺最初さこんなの別になくたっていいだろうってね思ってた人なんだけど、あったらあったでねもう慣れちゃうともうこれなしにはいられないっていうかね、うん、なんか未だにこのガッじゃないですけど、俺前の BB はこう足でガッて踏むそのパーキングブレーキだったんでこれパーキングにば入れるんじゃないですか、そうすると自動でパーキングブレーキかかってくれるんですけど、もうまだ慣れないな、パーキング入れた後にねなんか足でガッて、ああやらなくていいのかっていうね、ちょっと躊躇してしまうところがあって、うん、まあ全自動でパーキングかかってくれるし、まああとは渋滞とかでね非常にこれ活躍するんですよ、ブレーキホールド、完全に停止してブレーキから足を離してもね勝手にそのブレーキ状態を保持してくれるっていう機能で、うん、これもねあの渋滞の時とか本当にもうずっとブレーキ踏んでなくていいんで楽ですね。はい、まあ、あとこの辺の装備も抜かりないですね、ドライブモードちょっと見てみましょうか。まずこれノーマルモードですね。でこの赤くなるとこのパワーモードっていうのになりますね。でもう一回押すとエコモード、このエコモードっていうのは、まあ、エコモードにするとこのエアコンのところもエコはつくんですけど、そのエアコンの風量をね調節したりして、なるべくこうガソリンを減らさないようなとか環境に配慮したモードになるそうで、
まあ変えて走ってみたんですけど、そのアクセルの付きもね、うん、結構まろやかになって、まあ、最近の車とかバイクではもうおなじみですね。その ECU コンピューターの方でガソリンの噴射量とか全て計算してね、うん、制御していくっていうモードで、でもう一回押すと通常になって、もう一回押すとパワーモードですね。今まだ俺鳴らし中だったんで、パワーモードはね、ちょこっと高速で試しただけなんですけどもね、そこまででかい違いは感じなかったですね。ただ低速から中速にかけての伸びがね、ちょっとパワフルになったかなっていう、まあ、積極的にエンジンとねモーターを使って、ピックアップを鋭くしていこうって、絶対的なその馬力は変わらないんですけど、うん、アクセルの突きがね若干良くなるよっていうモードでございます。はい、というわけでね、ちょっと場所を変えて再収録でございます。ガランとした駐車場なのにね、止めるところいっぱいあるのに、あえて俺の横にビタ付けしてね、じーっと俺のね動画の収録を不思議そうに見てるおじさまちょっといたたまれなくなったんで場所を変えてきました。ということで、関東地方記録的な大雪で、帰りね雪の中帰ってきたんですけど、大丈夫かなと思いながら帰ってきたんですけどね、さすがヤリスクロス素晴らしいですね。 SUV だけあって、このアクロでの走破性もすごく良くて、何のね不安もなく帰ってこれました。はい、まあ、あとガラスコーティングの効果がはっきり出ててね、まあその大雪の中ね、その後洗車も一つもせずに放置している状態なんですけど、まあ言うほどね汚れてない素晴らしい状態でね保ってくれてますね。まあこういうのを見るとね、あガラスコーティングってちゃんと効果あるんだなっていうのがねよくわかりますね。はい、というわけで車内に戻ってきて、まあエンディングに向けてのちょこっとお話になると思うんですけど、このヤリスクロスからさ、そのエンジンオイルの新しい規格であるね 0W8 っていう本当にサラサラの水みたいなオイルが入ってて、いやこれ保護性能とかさ、それ真夏とか大丈夫なのっていうね、ちょっとしたこう俺もオイルソムリエなわけでちょっと心配になるわけで なんですよ。でもちろんね、この世界のトヨタがメーカー側がねすごいお金をかけて、まあ、いろんな実験をして大丈夫だからもちろん入ってるんでしょうけど、やっぱりちょっと不安になるわけじゃないですか。当初さ、何年か前にハイブリッド用にこう 0W20 っていうオイルが発表された時も、いや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 大丈夫なのってね、騒がれたんですけど、それの下 0W16 っていうのもあって、さらにその上を行くね 0W8 っていうのがねこれに入ってて、すげえ心配になってたんですけど、まあ今のところね、まあ走行距離が1527キロ走って、まあ何の問題もないんで大丈夫だと思うんですけど、まあ一応次はね 100% 化学合成油の X プライムね、エネオスの、はい、0W20 っていうやつをね一応気休め程度に入れ替えようかなと思ってます。最近の車はほら1000キロでオイル交換とかね、初回点検とかもその組み込みの精度がね、部品の精度が良くなったんで、昔みたいにその1000キロ走ってオイルを抜いたらね、どこかのイタリアンメーカーみたいにその鉄粉が出るとか、どうかすると、ね、鉄くずがゴロゴロ出てくるとかねもうそういうのはねさすがになくなったみたいなんですけど、一応ね最初の入ってるオイルはシャンプーだと思って、うん、今週末この時点でオイル交換をしていいオイルに変えてあげようかななんて思ってます。はい、でこうやって見てるとさ、確かに08でも大丈夫なのかなってちょっと思いますね。このエンジンの水温計がね、うん、まあ行く時で真ん中よりちょい上ぐらいで止まって、ちょっとこう放置するともうすぐ下がってくるんですよ。なんでエンジン自体がやっぱりね、かかっては止まって、かかっては止まってっていうのを繰り返すんで、そんなに熱を持たない。だから油温もそんなに上がりきらないんですよね。うん、なんでまあ08で大丈夫っちゃ大丈夫だと思うんですけど、まあ一応ね、次0の20入れて、フィーリングにどの程度のね、違いがあるのかとかね、また動画にしたいっていうのもあって、はい。エンジンオイルは入れ替えようと思います。エンジンオイルが回りきる前にエンジンが停止したりするっていうのをね、加味すると、
やっぱりエステル系のね、その金属表面に化学吸着するエステル系の方がいいのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、まあ水温がもうご覧の通りちょっと放置するともうすぐ下がってくるじゃないですか。で、油温なんてもっと上がりづらいわけですね、水温に比べると。なんで油温が上がりきる前にそのエンジンが停止したり、またちょっと上がって停止したりっていうのを繰り返すことを加味すると、どうしてもね、あのエステル系は加水分解もするわけですよ。だからちょっとね、特にこの季節あまりね、このそういう意味ではすごいシビアコンディションが毎回行われてると言っても過言じゃないんでね、あまりこうダメなのかな、エステル系もってちょっと思ったりしますね。はい。なんで逆に言うとね、そのパオ系の 100% 合成油ポリアルファオレフィンですかね、はい、まあエステル入れたからどうこうってことではないんですけど、まあとりあえず今回はね、X プライム入れてみたいと思います。せっかくなんでちょっとエンジンルーム見てみましょうか。はい、というわけでね、このヤリスクロス意外とねボンネット重いんですよね。でこれがねメカメカしい TH2 トヨタの最新ハイブリッドマネージメントシステムでございますね。 1.5 リットル3気筒のねダイナミックフォースエンジンにハイブリッドシステムが組み込まれてます。まあこうやってね今走行してきたばっかりなんですけど、エンジン触ってみてもほとんどね熱を感じないんですよ。ちょっとあったかいかなぐらい、うん、なんでやっぱり粘度的には 0W8-16-20、うん、この辺で全然大丈夫なんだなっていうのかね、こういうところでも分かりますよね。もうこれが触れないぐらい普通のレスプロエンジンは熱いんですけど、そうなってくるとね8で大丈夫って思うけど、まあこれぐらいちょっとねぬるいぐらいなんで全然大丈夫ですね。なんかいろいろ音がしてますけど、なんかいろいろ考えてんのかないや、なんかよくわからんけど、なんかメカメカしくて、男の子はこういうの大好きだよね。はい。まあエンジンルーム内が綺麗だとやっぱ気持ちいいよね。いつまでこの綺麗さを維持できるのか、うん、ちょいちょいね洗車ついでに綺麗にしていきたいと思います。まああと今エンジンかかってないんであれなんですけど、ここにね吸音材を貼り付けてちょっとね車内への振動とね音対策はそのうちしたいなと思います。あとこういう横のこういう部分とかね、うん、貼れるところにちょっと貼って、はい、音対策したいなと思います。あとね運転席から見えるちょっとネガな部分、この辺ね、これがねなんか後からね取ってつけたみたいな、なんかスポンジみたいなゴムみたいなのがねここについてますね。はい、今エンジンかかりましたね。まあこうやって外から見るとエンジン音はそんなガサツな感じ印象は受けないんですよ。うん、そう、あんまり嫌味のないエンジンの感じ。これがね車内で聞くと結構ね音がいろんなところで反響したりこもったりしてね、ちょっと雑味のある音に聞こえたりするんですよね。でこのヤリスクロスなんですけど、思ったよりさ、これエンジンルーム、エンジンが下の方にねマウントされてるんですよね。でこれは多分わざとこのかさ上げをして、まあここれ見てわかるんですけど、わざとねこの高さを作ってるんですよ。これによってこの SUV らしさっていうかな、力強さを演出してるところの一つの小細工っていうかね仕掛けでもありますよね。はい、エンジン止まりました。急に静寂モードみたいなね、はい。なんでこれがねちょっとパッと見ねあんまりかっこよく見えないんですけど、まあ、閉めてしまえばね逆にこの高さが出ていいんですよね。どうですかね、さっきの分少しここのね高さを稼げてるんで、これでこの力強さと無骨さとねが演出されております。はい、でボンネットを閉めるとどうしてもね運転席からこの辺がよく見えるんですよ。でここの辺の隙間をもうちょっとね考えてくれると、せっかくこのここまで来てるんでね、ここの辛い位置まで隠してくれればよかったんですけど、さっきのねゴムの部分が、ゴムっていうかスポンジの部分がねここ隙間から少し見えるんで、えこの隙間何とかちょっとね思っちゃうところ、ここがねちょっと運転席から見た苗ポイントですね。はい、はい、というわけで
いかがでしたでしょうか。トヨタヤリスクロスハイブリッド Z モデルのご紹介でございましたということで、まあこの間もねちょっと気になる点みたいなものを紹介させていただいてね、今回はまあその辺も含めた総まとめ的な動画を1本撮らせていただきました。まあ完璧な車なんてね世の中にないわけで、まあ、それでもねこのコンパクト SUV B セグメントではね、トヨタの最新の安全機能もついてたり、このね300万円前後ぐらいでこの装備とこのエクステリアと、うん、まあまあ上出来じゃないでしょうか。俺は総じて結構ね気に入ってますということで、はい、まあ、今後もねこのヤリスクロス、まあ、ちょいちょいカスタムもしていくつもりではあるんでね、うん、その辺も含めてまた何か紹介できたらと思いますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなんかいただければ励みになります。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。風道でございました。バイバイ。